オオカムズミ、命ひな祭りの桃の花木版がオオカムズミは、日本神話に登場する桃であり神。古事記では、糸みかむ豆び命と表記する。大いなる神の実の意味であるが、大いなる神の実と解釈し、大みわじ、命と表記する場合もある。日本書紀にも登場するが、名前は記されていない。古事記では、光線の国の城に登場する。イザナギの命が、 亡き妻のイザナミ命を連れ戻そうと、死者の国であるヨミの国に赴くが、失敗してよ。母と職も遠いりや八柱の雷神、光線群に追われる。地上との境にある与モ平坂の麓まで逃げてきた、時に、そこに生えていた桃の実を三個取って投げつけると、雷神と光線群は撤退していった。この功績により桃の実は、イザナギの命から、 イトミカムマメビイノチの神命を授けられる。そして、お前が私を助けたように、吉原の中国の、あらゆる性ある人々が、苦しみに落ち、悲しみ悩む時に助けてやってくれ。と命じられた。日本書紀では神海の、第九の一書に登場する。古事記と同様に、イザナギイノチは、光線の国で八柱の来光に追われる。その時、道端に、桃の木があり、 その木の下に隠れて、桃の実を取って投げつけると、来光は体操していった。これが、桃を用いて、鬼を避けるゆえんであると記されている。桃は中国では、戦器とも呼ばれ、邪気を払う呪力があると考えられていた。元旦に飲む桃湯は邪気を退け、桃に川から作られる戦略は、万病に効くとされていた。また、桃由ととゲヤが、女才の儀礼に用いられていた。 平成22年、奈良県の巻向遺跡で3世紀前半と推測される土壕から2000個以上の桃の種が出土した。祭祀に使われたものとされ、この頃には日本にも桃に対する信仰が伝来していたと考えられる。平安時代になると、ついなで鬼を追うための桃弓や桃杖が使われ、正月には桃の木片で渦地というお守りが作られた。室町中期には、 桃太郎の説話が成立するが、これは桃が不老長寿の戦果で邪気を払う呪力があったことに関係すると言われる。ひな祭りも桃の節句と呼ばれるように桃の花を飾り桃酒を飲む風習が見られ桃の薬剤を払う力に関わる祭りとなっている。これらの説話や行事は現在にも伝えられている。万葉仮名では美はおつるいで実は氷類なので、 大いなる神の実という、古事記伝の解釈は正確ではない。清水義夫、桃の樹力、日本神話辞典大山と房防1997年。岡部隆おほかむずみ、歴史特本新人物往来者2011年11月号。清水前景項目。岡部前景論文。FM 徳島平成24年11月8日。閲覧。岡部前景論文。 ありがとうございます。